警備隊で慌ててみんなの安否確認をしたけど、みんな無事だし、不安ってなんて知らないっていうの。え？幽霊ですか？他は？この辺か？新しい依頼。行こうぜ。これさ、こっち行った方が早く、こっち、戻りの道、ここ行った方が早くない？行こう。よし、来た来た。んで、ここから、さっき私、ピン立てたよね。どこ？あ、そう、このニャルマーのさ、進化系の、デブっちいやつおるやん。あれもね、捕まえようと思ったんやけどさ、なかなか捕まえれんかったんよね。結局捕まえてない。どの辺？あ、そう、ああいう、あれは捕まえとるやつかな？ムクフォークかなんか？怖い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 。めっちゃ怖いんだが。なんという魅力。何どうした？あ、気づかれてないんや、私さっきの。暴力。待って、降りたい。これか。調査隊、調査隊。ポケモンを捕まえるのを助けてくれ。村に人が増えて建築隊は大忙し。人手が圧倒的に足りん。あー、資材集め？ポケモンの手も借りたいくらいでな。でそこの親分ポケモンちょっと従えれんかな。即戦力になるポケモンを探しに来たら、ゴーリキーというたくましいポケモンを見つけたのだ。ゴーリキーをなんとか自分の手で仲間にしたい。だがあれほど強そうなポケモン、どう捕まえるのか皆目見当がつかん。まずはゴーリキーを知りたい。完成した図鑑を見せてくれ。いやいや、もう、別にいいやん。そのまんまシンプルに捕まえようや。ゴーリキーの手も借りたい。だって私もゴーリキーゲットしてないもん。ワンリキーはゲットしとったんかな？うわ、めっちゃ見てたよ、今。絶対見とったと思うけど、今のは気づかれてないカウントなんすか。じゃ、こっち行くか。どこだ？ん？あっち方面やけど、なんだ、山越えるのか？え？山越える？どこから行けばいい？これは、あれか？こっちから、どこ？あ、あれか。く。あとはこっちから回った方がいいってことかな。向かうぜ、向かうぜ。見つかりたくないよね。あれなんかもう見た目からして怖いもん。この遠くから無言で見つめてきよる感じめちゃくちゃ怖いもん。いかついしさ。ゴーリキーやけん当たり前なんやけどめちゃくちゃいかついけんさ。こっちを見ないでくれ。あれよね。あの今140何歩とか出とったやつやろ。え、こっから越えていけるかな。あ、いけそうかも。ここベースのとこか。え？ベースのとこ？待って。全然違う数字やった。あれは、あれやね。村の中だね。え、待って。え、どこから回っていける感じ？あ、そこから登るんか。手前も同じことを言ったような気がする。もう、全然地形が頭に入らん。くっ。やっぱりあれよ、どのゲームもさ、あのゼルダ並みに壁とか登れるようにするべきやって。絶対そうするべきやって。うわぁ、めちゃくちゃ、あれ親分ポケモンか。めちゃくちゃ、目が光ってた、赤く。でもあのポケモンはゲットしてるもんね。なんなら手持ちに、あんなでかかったっけ？別のポケモンかな。ちょっと、遠いのにめちゃくちゃでかく感じたけん。ういーいーやめてよー親分系やんけ。あ、君ですね。役に立ちたいだけなのに。何、役立たずなの君。ね、発見されてますよね。うーわ、来ないでって。ちょ、待って、マジで。私だけ狙ってくるとかあれよ。よくないよ。そこにもさ、別の人がおるのにさ。そいつ狙えって。うわ、びっくりした。闇カラスか。誰に見つかっとんかと思った。これ結局見つかるよね。よし、話そう。あ、でも今視界から逃れれた。お、あんたは峠クイーンを沈めたって噂の銀河団員。聞いてくれ。エーパムたちに商品が入った荷物を盗まれたんだ。
お、すぐそこに。あいつらこっちをからかうように逃げ回ってちっとも追いつけやしない。まあ、そもそも猿やけん足も速そうやな。木の上とか行きそうやし。あんたはポケモン慣れしてるだろ。頼む。エイパムたちから荷物を取り戻してくれ。サブ任務49、エイパムを追いかけろ。これはあのエイパムを追いかけるんよね。村人の金彦の荷物を奪ったエイパムたちを追いかける。あの数字よ、きっと。いい、やめてってちょ、今私任務遂行中なんで。あれやん、え、さっきのマークは。へい、逃げんやん。あ、こっからまた逃げていく感じですねそういうストーリー混じりで逃げていく感じやね。だって速攻で追いつくもん。どこかに導かれようやない。エイパムたちの住みかかもしれない。え、なに、どこ行くの。崖下ってくタイプ。なに、あ、ここで戦闘マジか。なに、もうこれ以上逃げれんって思ったってことかな。エイパムって何タイプ、エスパー。どれも別にいけそうな感じじゃないんよね。ゴーストで行ってみる。あ、違うんやって、毎回これ間違えるんよね。はい、ゴーストで。まあでもエイパムがエスパーやとしたら、ゴーストはエスパーに弱いし、エスパーもゴーストに弱いよね確か。あ、全然ダメやん、違うやん全く違うんやけど。何タイプだ君。プラスで見えるんか。ノーマル、普通にノーマルか。ノーマル相手って、ノーマルってエスパーが効くんやっけ。鋼、いや分からん、もうこのまま行こうまあまあまあ、いけるでしょう。悪の波動か。そっちが2匹ならさ、こっちも2匹出したいんですが。ほら、そうやって2匹特有な感じの技出してくるのやめてもらっていいですかね。か、そういうのあるんやね。あ、そっか、向こうがノーマルやけん、こっちが別に効果抜群じゃなくってもあっちの攻撃は当たらんのか。じゃあこれでいっか全然これでいっか。よしよし、こっちはもうとりあえずひたすら削っていくっていうことで。別の技も、あ、でもゴースト系はダメなんやね。え、ゴーストはノーマルには効かんのやっけ。待てよおい待てよおい、え、今何を使ったの。全然分かってなかったんだが、一応効果抜群のは持ってないんだね私持ってなかったのね。ロゼリア、よし、かわいいとてもかわいい、吸い取る。オッケーオッケー。さあ、これで取り戻せたかい。おお、エイパムに追いつけたのか。一応君も追いかけてきてたんだねよかった、荷物もみんな無事だ。ん、なんか一匹おらんくなったけど。さて、この借りをどう返してやろうか。えい、なんだ急に塩らしくなって。まさか反省してるのか。もしかしてあれや、病気の母親がとか、ちょっと体の弱い子供がとか、そういう分かった分かった、許すから、そんな目で見ないでくれ。そういうわけじゃないんすね、別に。まったく、もうこんなことするなよ。お、って言ってるそばから。かわいい。やっぱいたずらっ子やもんね。えいえい。パエルの実がなくなってる。後で食べようと取っていたのに。これだからポケモンは油断ならない。サブ任務49、エイポモンを追いかけろ。達成。バリバリ黙って何？なんか聞いたことあるような気もする。気もする。びっくりした。今一瞬目光っとんかと思った。違ったわ。ね、あの、
あ、そっか、あのマークはあれか、ゴーリキーのやつか。ここから飛び降りたら多分ダメージを、あ、ここは大丈夫なんか。あ、この下もう無理やんね。いや、まあでもでもでも、ずし、あ、ここは大丈夫なんやね。あれ、目が赤くないゴーリキーやね。今私はどこ？なるほど、風さらしの森と迷子の磯辺の間ぐらい。ボールをと、え、待って。ゴーリキーのやつって完成させんといかんのやっけ？図鑑。ゴーリキーの手も借りたい。どこや？ホイキングは完成させんといかんのよね。ゴーリキーの手も借りたい。もう、なんでわざわざ完成させる必要があるかな。今すぐ使えればいいじゃないか。他は、グレンの湿地にいる三つ葉のポケモン。グレンの湿地の三つ葉のポケモン。こないだの、私なんか何かしらさ、見当つけとったよね。ちょいと待ってよ。あ、あそこに。うわ、ここか。ちょい待って待って、なんか誰かしらに見つかったっぽい感が。ういー。くっ。あの、上に上がりたいんですが。え、いげんくね？別方向から。めっちゃ見られてた、怖い。こっちからなら。やめてよ。誰の鳴き声だよ。全然登れんし。くっ。なんだ、どうやって行くんだ。お、夜？あ、見つかっとるけん、今行けんな。三つ葉のポケモン、私まだ持ってないかな。違う違う違う。一旦砂浜ベースに戻って。いや、私なんか、見当つけとって、はい。で、そのポケモンをゲットした気がしなくもないんよね。村に戻ります。はい。じゃあとりあえず、一旦銀河団本部に戻ろう。戻って、これ一旦村に戻ってきたらポケモンは全回復になっとんやっけ？うん、大丈夫やね。オッケーオッケー。で、あれは多分黒板やね。え、でも正直あれよね、黒板一回も見てない気がする。え、待って、この数字何？誰？どこ？あ、今の数字ってもしかしてあれか。あの女の子か。じゃあちょい待って。地下やったよね、確か。でもマークとか何にも出てないってことは、クリアできていないということか。この人じゃなかったな。え？あれ？銀河団本部じゃなかったっけ？え、銀河団本部で合っとるよね。なんだ？単純に場所が違う？どこだよ、これ。ブイゼルの背比べ。いや、違うんや。そうじゃなくって、苦い葉っぱ。苦い葉っぱ。んで、マーク全然出てねえな。え、みじんもマーク出てねえな。え、ってことは違うってことか？ないね。で、私さ、一回もこの黒板見たことないような気がするんよね。なんか言いよったけど。
依頼メモが貼られている。どのメモを見ますか？これは？これもなんか、要はサブクエストってことなんかな。いたずらビッパトリオ。ことぶき村に侵入していたずらをするビッパがいるそうです。警備隊のつむぎさんから話を聞いて調査に当たってください。サブ任務8、いたずらビッパトリオ。要は私の埋まってない、てかなんか数字がめちゃくちゃ飛びまくっとるのはここも見てないけんってことかな。よっしゃ、とりあえずこれ。警備隊の、なんとかさん。え、どこ？どの人っすかね。え？でもさっきのさ、これ外して、え、なんならさ、ブイゼルのも外したいんやけど。え、どこ行った？ブイゼル、ブイゼル、ブイゼル。あ、あれ？あ、ついてないね、これ。そっか、一個しかつけれんのか。近頃、いたずらビッパがことぶき村で悪さを繰り返しているらしい。つむぎから詳しい話を聞こう。ま、でもこれ、つむぎ村やけん。目的地はすぐ近くってことやろ。この村の中やろ。本部ではない。あれかな、警備隊のつむぎ。勝手に女の人やと思っとった。違ったんか。つむぎちゃんとかっておるやん。あ、女の子やった。女の子やったわ。遠目で見たら男の人かと思ったわ。入団試験で3種類ものポケモンを捕まえたんだってね。そんな君に調べてほしいことがあってね。あ、いたずらビッパ。お、早速？めっちゃ普通に入ってくるやん。止めろや、おい。私が身を離したばっかりに村に入られてしまった。これでは警備隊失格。ペリーラ隊長に合わせる顔がない。いや、でもこの人だけじゃなくて男の人も立っとるよね。いや、ビッパたちを私の手で捕まえ、事態の収束を図るのだ。とはいえ、私一人でいたずらビッパ3体も捕まえられるか。そうだ。いたずらビッパは他のビッパがいると油断するらしい。つまりあなたがビッパを連れて、いたずらビッパの気を引き、その隙に私が捕まえる。ほら、完璧。いたずらビッパ3体を捕まえるため、私に協力してほしい。手持ちにビッパを加えて村に侵入したビッパを探す。ビッパ探し、なんか楽しそうやね。じゃあとりあえずビッパ入れてくるか。え、ビッパおるよね。よいしょ。さて、ポケモンを預けていくかい？ビッパ、ビッパ、ビッパ。ん？おると思うんやけど。あ、めっちゃおるわ。超おるわ。ちょっとびっくりするぐらいおるわ。ま、適当にこの辺いる。え、戦闘せんよね、別に。ま、戦闘したとしてぐらいのレベルやろうけど、サブクエスト8って書いとったし。どの辺におるんかな？パッと見てわかる感じ？それとも情報収集せんとわからん感じかな？この辺にビッパー、あんな岩あったっけ？え？この辺こんな感じやった？なんか。何かしらが出来上がってきやんかな。ビッパ、ビッパ。ビッパやけん水回りにおるかなとか思ったけど、いたずらって言うけんね。もっと街中の方かな。ビッパ、ビッパ。え、家の中入ったりとかする？もしや。あの人なんかヒント言う。お、おった！こんな感じね。なるほど。かしかし。え？もしかしてシロアリ並みに家を送ってるんじゃ。ん？仲間やと思ったかな。なんかかわいい。よし、捕まえた。あなたとあなたのビッパのおかげだね。いえいえ。ま、あんな感じでおるってことやね。オッケー、オッケー。とりあえず、容量はつかめた。
とあと2匹どの辺にいるんだろうか。多分、まあおそらく街中の方。あれは花か。家の周りとかかな、やっぱり。こういうとことか。実際ね、リアルとかやったらああいうの漁ってそうやけど、動物ってこんな近くにはおらんか、さすがに。あと2匹立派。いないな。こういう感じのとこにもおるんかな。いない。こんなとこでいたずらするようなこともなさそうやしな。ね、いたずらできるようなものもそんな。あ、こんなとこにあったわ、火の玉。このエリアに散らばっている灯火の数は残り2個。お、あとちょっとやね。地道に地道にゲットしていきよる灯火。ないぞ。ないぞじゃない、おらんぞ。ビッパビッパ。あと2匹。もう1匹目見つけたのもめちゃくちゃたまたまやったけんね。くぅ。一応そこの人見回りしてるんだったらビッパも探してくれ。あ、いた。いつもなんかさ、ちょっと文句言い出したら現れるんよね。かじかじ。なんなの、やっぱり木をかじってるの。そしてちょっとおどけてみる。あと一匹やね、これで。よし、捕まえた。あなたとあなたのビッパも逃げれない。さあ、あと一匹。なんか近づいたらさ、鳴き声が聞こえてくるとかないもんかね。ちょっとしたヒントみたいな。まあでもさすがに家の中にはおらんみたいでよかった。最後の一匹はおるとかじゃないよね。いねえな。あ、あそこにおった。一瞬なんかチカって光った気がしたよね。ん、あ、びっくりした。何のマークかと思った。ビッパのやつか。かじかじ。ほら、やっぱりさっきからずっと木ばっかりかじりよんよね。よし、捕まえた。あなたとあなたのビッパのおかげだね。お疲れ様。いたずらビッパ3体、みんな捕まえたよ。これって何？一回モンスターボールの中に入ったらもう何かしら逆らえないプログラミングみたいなのされるん？されんよね。今出して大丈夫な。それじゃあ村の外に逃がしてくるよ。それ結局また入ってくるんやないん？ちょっと待った。ビッパたちを逃がすなら、建築隊隊長、サザンクが預かろう。どうして建築隊が一番被害を受けているのに？だってポケモンだぞ。村のルールを知るわけがない。それに、この村の建造物を好んでかじりに来るなんて見る目があるよ。ただし、村にいるなら仕事は手伝ってもらう。なんならそんなの理解できるわけないやん。何度も侵入を試みる根性。木も岩も削る丈夫な前歯。建築隊にうってつけじゃないか。どうだ？一緒に働かないか。汗水流した後に食べる飯はうまいぞ。なんなの、ポケモンって人の言葉がそこまで明確に伝わる感じなん？うん、いい返事だ。いたずらウィッパたちが素直に仕事を手伝うかな。でもサザンカさんがいるならきっと大丈夫よね。まあ解決。これで一件落着だね。手伝ってくれてありがとう。助かったよ。まあだってあのまんま解放しとったら確実に繰り返すだけやけんね。まあそのたんびにお礼くれるんならいいけど。サブ任務8、いたずらビッパトリオ達成。
どんどんと道具箱に送られていく。ね、これって何？道具箱？これも私の道具箱なんか。なるほどね。じゃあちょっといらんもの動かして全部。ボールはね、ちょっと持っていきたいよね。傷薬、頑張りの砂、ボングリの実。この辺もフェザーボール。あ、空高くポケモン、飛ぶポケモンだけじゃないよね。素早いポケモンも。なるほど。あ、違う。まとめて移動。ハイパーボールも持っていこっか。これ何？バリバリ玉。地面に投げつけると大きな音を鳴らして弱いポケモンを退散させる。あ、そういうやつなんやね。へぇ。薬草。で、ハイパーボール。オッケー、こんな感じで。ふぅ。じゃ、ちょっと残りのサブクエも。あの中にもあれかな、あの、図鑑を完成させろみたいなやつもあるんかな。もうその手のやつばっかり溜まっていくんよね。そのうちクリアするやろうっていう、そればっかりが溜まっていくっていう。フアンテと遊ぼ。これ、何？減ってそのまんま次のやつ追加されよる？フアンテと遊ぼ。子供と遊ぶフアンテが目撃されています。かわいいやん。警備隊のミキオさんから詳しい話を聞いて調査してください。サブ任務7、フアンテと遊ぼ。警備隊。ってことはまたあれか？あの、村の入り口らへんってことかな。ミキオさん。これは、また目印つけんとよくわからんかな。不安定と遊ぼ。警備隊のミキオ、あれかな？多分今マークついたよね、あれ。走りたいんだが。走れねえ。あ、そうよ。ビッパ抜けとかんといかんね。じゃないと弱いまま出発しそう。え、女の人？男かと思った名前が。不安定の依頼受けてくれたんだね。助かるよ。夕暮れ時、始まりの浜で不安定が子供と遊んでるみたいなの。ポケモンが人と遊ぶのが気になって襲われているのではないかと。警備隊で慌ててみんなの反確認をしたけど、みんな無事だし、不安定なんて知らないっていうの。え？幽霊ですか？でも見たって人は何人もいるから放っておけないじゃない。ポケモンに関する調べ事ならやっぱり調査隊でしょ？子供と遊ぶ不安定の実態を調べてほしいの。頼んだよ。もしかして人じゃね？夕方って言ったけん、今日はもう無理っぽいね。寝て起きたらいいんかな。とりあえず家に戻りますか。時間を。あ、じゃあついでにちょっと。どうも。ちょ、爆風雲を、ビッパと入れ替えときます。あんなね、レベル3とかで出発できんけん。もう私家わかるよ。さすがにね。一番端やったよね。よし。なんかさ、家の前とかに置いといてくれたらいいのね。あの道具箱。ね、見て、こけし置いとんやけど。誰かが拾った綺麗な石。本当にただの石。なんなんそれ。なんてか、ちゃんとこけしっぽい顔なんやね、このピッピのやつ。かわいいけど。夕方まで。これ今夜でさ、次の日の夕方ってことやろ。めっちゃ休むね。でもこれでちゃんと、でもなんか外の暗さ変わってなくない？さっき夕方ってことでよかったんかな、もしかして。いや、全然違うね。全くもって違うね。始まりの浜って言ったよね。確かここの村の奥のとこやろ。向かおう。どうした？そこもしかしてあれやね、ビッパにかじられよったとこやね。始まりの浜、あれか、あそこの門くぐった先やっけ。ここ
個別に村の出入り口じゃなかったよね。そんなところで悩まなくていいからさ、一緒についてこいよ。こっちじゃないか。こうぐるっと行く感じか。あ、あの人、あの人、風船おじさん。ここのはね、割と、あ、でもあれか、どっちも、そんなに長時間かかったわけじゃないか。まだあるんかな、あれ。二人だけかな。この小屋？いや、違うね、入れんね。おるやん、思いっきり。見てないも何も。調査隊さん。あのね、あのね、お家に帰りたいの。でもね、不安定が話してくれない。あ、そういうこと？めっちゃ懐かれとるってこと？お願い、僕の手を引っ張ってよ。まあ、うん。攻撃されん、私。ぎゅ。あ、飛んでったよ。やった、やっと帰れる。でもね、でもね、不安定は悪い子じゃないんだよ。いつも遊んでくれてたの。だからみんなに内緒にしてたの。僕ね、竹雄。またね、調査隊さん。みんなで遊んだらいいのに、この子だけ遊びよったの。とりあえず警備隊のミキオに報告を。もっと早く。もっと早く走りたいんだが。走らせろよ。遅くなった。しかもこっちやった。全然違うことしよった。なんか移動手段にさ、自転車とかできんかな。そんな時代じゃないやろうけど。調査してきたよ。怪しい不安定なことを調べてくれたんだね。早速分かったことを教えてちょうだい。なんか子供が捕まっとった。なるほど。竹雄くんが不安定をかばっていたのね。でも危なかったんじゃない？もしあなたがいなかったら竹雄くんは今頃不安定に。え、連れて行かれとったのかってこと？警備隊として見逃せないわ。ペリーラ隊長に始まりの浜の警備を強化するように進言してみる。でも悪いことじゃないみたいやけんさ。あの不安定を村の中で飼うとかいうのは無理っすか。みんなの遊び相手として。事件を未然に防げてよかった。あなたのおかげよ。ありがとう。サブ任務7、不安定と遊ぼ。その後の話が欲しいところやね。これは。じゃないと、ただ単にさ、普通に遊び相手してくれよる、いい不安定がちょっと追い払われただけみたいな感じに。何やってんの？危ないポケモン戦うのってどんな感じだよ。なんでそんな上からな感じ？ポケモンに詳しくなれば昔話の秘密も解けるかもな。昔話の秘密？あ、まあなんか、みんなが言いよるやつ、いろいろと。あんたすげえな。俺もポケモン仲間にしたい。ちゃんとこのなんか、かがんで話を聞く感じいいね。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメント、ありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。あれやね、ずっと今まで依頼版見てなかったけど、そこのがなんか、一番パパパッと解決できる上に、近場の村の中っていうことが、でも多分、この先、あれか？遠いのも増えてくるんかな？ポニータがどうのこうのとかいろいろあったもんね。